皆さんどうもこんにちは、さきです。今日は病院に行くルーティン動画を撮ってみたので、そちらの紹介をしたいと思います。はい、早速なんですけれども、菓子駅で前髪を整えて電車に乗ります。横の駅の千早駅まで電車1本1駅で行きます。そしたらですね、駅を降りて少し歩いたら千早駅の前です。前にはバスが止まるので、病院行きのバスに1歩2歩乗ります。そしたら勝手に病院まで送ってくれます。車内はとっても暇、時計を見て遊んでます。そしてバスを降りたらですね、なんと病院が目の前にあるんです。こんなことってあります？血圧を測ってガチャガチャとシールを剥がします。それを提出します。ここはなんと検尿の様子、検尿してるところは映せないけどね、待合室で待ってる様子。それが終わったら問診に行きます。で、問診が終わったらお昼ご飯を食べようということで、7階にあるラウンジレストランレッツゴー。これね、ずっと前から行きたかったんですけど、どんな味がするのかなってワクワクしてるんですよ今。でもですね、7階に行けないので6階に行こうと思ったんですけど、7階止まらないんですよ。おかしいですよね。あれ、7階に行きません。なんで、おかしくないですか。7階にあるラウンジレストランに行きたいんですけれども、止まらないんですよ。っていう風にタジタジしてるんですよ今私。この時ね、でも7階にあるはずなんだけどなと1回出ます。そして6階から7階に行けるのかなと思って、あ、階段で行こうと。でも危険ドアに注意、あれ違うよな絶対と思って引き返すんですよ。引き返して、あ、でもどこに行ったらいいのかな、あれ、あ、で、ここですごく悩むんですよね。あ、しまっちゃう。え、上、下、ん、どうしよう。下かな、あ、7階止まんないし。で、悩んでました。なんかね、コロナで7階レストランがやってないっていうことだったので、それをこの時は全然知らなかったっていうので、とってもがっかりしました。なので、下に行きます。おかしいね。でも7階行きませんって書いてあるわ。はい、見てください、コロナウイルスのため当面レストランはしてませんと。おい、まあいいやと思って病院から出てランチする場所を探そうと思ってですね、少し歩いているとですね、なかなか見当たらないんですよこの街、ご飯の場所が。まあ歩きながらちょっと遊んで、これ小学校の時によくやったブロックの上乗って落ちたらサメに食べられるみたいなやつやって、この白い上しか歩いちゃダメみたいなのやってたら、あれ、ここなんか良さげじゃないと思って、なんと大阪王将ならぬ博多王将、これ大丈夫なのかな、撮ってるのかな許可わかんないんですけど、とりあえず美味しそうなんで入ってみました。メニューはこんな感じ、博多王将カレーとかいろいろあるんですよ、セットとかで。頼んだのが天津チャーハンセット、エビチリ付き、焼きシューマイ付き、この味は正直まあ良くも悪くも、もう頼まないかなって感じですかね。これをですね、一口でペロッと全部食べながらお昼は終了です。じゃあ病院に戻ります。病院に戻るんじゃなくて薬局に行きます。だからですね、薬を取りに薬局に行きます。薬局に着いたら薬を取りに行きます。薬局の中映ってないので薬を取りに行ったのまでワープ。こんな感じでいつも薬をもらって、この銀紙に入ってるのは注射です。映像なので銀紙に入れている様子です。薬を受け取ったらバスまで時間があったので病院の中で待つことにしました。病院の中ってあったかいですもんね。これが待ってる時の様子、あったかくて眠たいんですよこれがまた。って言ってるうちにバスが来たので、さあ乗って帰ろう。もちろん場所は千早コース、千早駅までひとっ飛び。じゃあここも1歩2歩とバスの中に入っていきます。千早駅に送ってもらったら近くにある千早図書館でちょっとだけパソコン作業、別に行きがっているわけじゃないからね、家にネットワークがつながってないから、ただそれだけで図書館で仕事してる風に見せています。これは仕事してる風に見せている様子です。これ実は動画見てるだけなんですけれども、仕事してる風に見えてるでしょ、全然仕事はしてません。携帯倒れちゃった。はい、
じゃあもう今日は終わりということで、今歩いて帰っています。あんまり周りを映すと家のバレちゃうので、ちょっと顔アップして映してるんですけれども、この時も何も考えずに歩いています。今日の孫は何にしよっかなとかも思ったりして、そして帰ってきたら見てください、この靴のごちゃごちゃ具合。これいつもこんな感じなんです。部屋の中も暗いし汚いし狭いし、もうすごいんですよ。早く引っ越ししたいんですけれども、なかなか引っ越ししてくれない旦那に文句言いたいところなんですけども言えません。帰ってきたら途中の帰りで買った100均の便座シートと、あと駐車の冷蔵品を冷蔵庫に戻すとします。これがね、一人で片手で撮ってるとなかなか撮りづらいんですよ。ほら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 、出てこいよほらって言ってもなかなか出てきません。スポン出てきました。さあ、これを冷蔵庫にしまいます。これは冷蔵なのでちゃんと入れないと、お互い注射が腐ってしまいます。なので皆さん、ちゃんと冷蔵庫に入れて保管しましょう。冷蔵庫の中も汚いですね。はい。ふーと、ここで一息ついて、今日の病院のルーティンは終わりとなります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。